レイダグラス・ブラッド・ベリはアメリカ合衆国の小説家、詩人。1938年から1942年まで新聞の販売をしており、その間にヘンリー・ハーストの共作の振り子がスーパーサイエンス・ストーリーズに掲載され、プロ作家になった。1947年、諸女短編集黒いカーニバルをアーカムハウスから刊行した。続いて、 ダブルディから刊行された、火星年代記、姿勢の男で名声を得る。1947年、1948年に、アメリカの年間短編傑作集に2年連続で、作品が収録された。1954年、アメリカ芸術文学協会賞、カリフォルニアコモンウェルズクラブのゴールドメダル賞を受賞した。また、ハーマン・メルビル原作、ジョン・ヒューストン監督の映画、 白芸の脚本を担当した。晩年はロサンゼルスに在住し、著作活動を続けた。2012年6月5日に91歳で死去。特撮監督のレイ・ハリー・ハウゼンとは高校時代からの友人である。その他、短編多数。ありがとうございます。